うん、おおなんだこれ、ね、よくありがとうございます。東野さん、はい、まあ、うん、もうたっぷり喋ったんでもう、はい、もうちょっと この話もしたかった話なんですよ。あ、もう全然それはしてくれて僕ね、まあまあ嫁おって、はい、嫁おって子供二人おって、はい、子供二人おって、で子供が、うん、ペット飼いたいと、うん、ほんで変な顔ってなって、リクガメを買ったんですよ、うん、リクガメをね、うん、リクガメなんかあのちょっとこうボコってなってるカメなんですよ、はいはい、でそれをまあまあ買って名前つけてみんなで可愛がろうみたいな、子供がこうみんな餌やったりとかしてたんですけど、でちょうどその僕も忙しくなってきて仕事が、ほんで家族もちょっとなんかこう1週間ぐらいグアムにグアムみたいなことをね、ちょっとまあ贅沢なんですけどな、行ってこいやみたいな感じ でこうついつい餌をやっぱやるのがちょっとね、どうしても時間的に泊まりの仕事やなんやかんやってこうね、ちょっとこうあげれなかった。でまあまあ1週間後帰ってきました。でまあまあちょっとね亀のこと正直仕事が必死やったからもう忘れてて、ほんな子供があの帰ってきてその亀 その水槽のとこ行って、あれって言うんですよ、あれえコン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 って叩くんですよ。いつもはこうまんま地味ながらこう動いてる亀が、うん、顔がずっと入ったままやね、入ったままあ、入っちゃってんだ、これはもう一切手足尻尾何も出さんと、顔だけがこれ情報これだけですからもうこの顔見てちょっと判断せなあかんみたいな感じになってて、でまあまあでも正直僕の中では、まあ、まあ犬とか猫じゃないから、あー亀残念や、元気ないな、また餌あってまた蘇ったらええのにな、ぐらいの軽い気持ちだったんですよ、はい、ではちょっと嫁の方がちょっとこれは上層教育的なにあんまり良くないん違うかみたいなことを言うわけですよ、はい、生き物ってことですから、はい、でも亀やでと、うん、もうねっちゃい頃よくその亀持って河原で何段ね跳ねるかみたいなこととか、残酷やったから、ね、残酷やったからこうカエルの肛門に水入れて飛ばすとかやったからええかな思ってたんですけど、それあかんってことで、でもあのハローページで調べて病院、うん、は、うん、病院カメが僕の中には正直ちょっとそれ、ね、そうね、欠落してるわ、心の中ではそう思ったけど、はい、ああ一応ね言うと子供もいてるから、はい、ただ心の中では、うん、カメ病院あまあまあまあと言いながら、まあまあ、どうかそんな病院なんかあるなでも上層教育上カメどんなになってんのカメ情報はそれだけですね、情報これだけ、情報たったこれだけなんですよ、あるんですよ、あそういう病院、あるんですか、なんか葬儀屋さん、ペットの葬儀屋さんみたいなこと、いや違います、あのその言ったら動物の爬虫類の専門の病院みたいな、病院治るための、知らなかったでしょ、あ知らないねそれ、あったって言って、はい、でも完全にもう向こうの返事待ちですよ、はい、向こうが、うん、ほんだらすぐ行かなあかんやろまあまあ教育長子供とティッシュの中身ボーン抜いてそこに入れて、これずっと入れてこうずっとこんな状態ですよバーって車乗って、で子供心配してるけど、あのそのねその知らんかったらいいのになみたいな話しながら病院に着きました。ほんでまあまあその何ですかって言ったら、そのリクガメを飼ってるんですけれども、これぐらいなんですけれども、ちょっとあのまあまあ動かなくなったみたいなことを言う、で説明したら、あじゃあ来てくださいって診察室に行きました、あお願いしますって言って、ああちょっと弱ってますねみたいな感じね、じゃあちょっとあのレントゲン撮りますおい皆さん、おかしくないですか亀がレントゲンいや、それは取るでしょ、それは生き物ですから、で、心の中で思ったけど子供の顔を見たらちょっとこうね、不安そうやから、あじゃあお願いしますみたいなことを言って、ほんでまだ待ってました、あのネイクスのシーンがあったらいいのになみたいな話をしたら、あのレントゲンできました、ちょっと来てくださいみたいな、ちょっとお父さん、ちょっとこっち来てくださいバッ、はい、よう見てくださいお父さん餌与えてなかったでしょって言われて、いやちょっと正直は仕事で、ね、家も留守になってガチで、ちょっと僕も大阪とか東京忙しかったんでちょっと与えないって、そうしゃべった途中にね、餌与えないなら買わないでください激怒ズバーン
そうそうそう、でよー見たらレントゲンの中で、はい、仮面ね、そのなんか下ね汚れるから新聞紙引いてるんですよ、はい、でやっぱり亀ってやっぱ餌与えてなかったから新聞食べてたみたいで、あなんか産経新聞とか書いてるんですよ字がレントゲンに映った、レントゲン産経的な的なこと書いてると、あーそうですねすいませんみたいな、ねえあのしねかったらいいのになみたいなことが、うん、こういうこういうポーズ常にしてたんですよほんならまあでじゃあありがとうございますとじゃあもうあの餌与えてあの頑張りますみたいな言おうとしたら、うんうん、どうされます、いやあれですか、いやもう帰ります、いやいやいや入院させますか亀が入院しますって東にしたら、あそうねと思うけど、うん、子供の顔ちょっと見たら、うん、こうなんかこうつぶらない瞳やから、うん、分かりましたじゃあ入院させてくださいって言うて終わって、あのしなかったらいいのになって言いながらこう車帰ってほんで、まあ、正直その前に正直1週間が山ですみたいなこと言われてて、うん、でみんなでこう帰ってこう説明して今入院してますと、うん、ってことがあって、でまあまあそう忘れて仕事一生懸命没頭します、うん、ほんである日昼間家おったら一本電話が鳴ります、うん、で僕が出ました、何ですかってそこの病院からやったんです、うん、あの八代さんですかって言われて、ああそうですけども、陸亀でございますけども、何時何分にあのお亡くなりになりました、あそっかやっぱり死んでもたか、どうも悪いことしたなって言われて、はいはい、あどうもありがとうございましたって、はい、あちょっと切るんですよ、もう切ろうとしてる、はい切ろうとしてる、え何ですか、ご遺体はどうされますかはぁとご遺体亀ですよ最低やけど、はぁーってなって、ほんででもまあ僕の単独行動すると家族の輪を乱すから、あのなんか言うてんなんかご遺体とか言うててどうするみたいなこと言ったら、嫁があかんでしょそんな、ちゃんとねあの礼言うちゃんとねお引き取りしてこっちで墓しよう、あまあまあそりゃそうやと思って、ほんでこう取りに行ったんですよ、取りに行ったらさすがにちょっとこう、まあ、亀ね来ましたって言った亀がずっとこんな亀が死んだらすごいですよ、全部出るんですよ、あ出ちゃう、ああ怖いってほんまにもうこんなんですよ、ちょっと吹きましたもん、貞子や貞子、うわーってなってね、わーってなって、子供とは子供にまあまあ未成年をしながら亡くなったからな、じゃあ墓を作ろうみたいなことで家帰りました、はい、でマンションやったんですよ、うん、はい、うっかりしたんですけど、東京って意外と僕の近所なんですけど土がないんです、土ないなみたいなことを言いながら、でも早く墓せんとこれ亀どうするか、ね、困るやんみたいなことになって、で僕が亀と、ね、一応子供連れて、あとアイスの食べた棒の棒を墓に刺すからってことで持ってこう近所をうろうろしだしたら、あんまないから、結果的に僕のマンションの向かいにある青空駐車場の砂利が引いてるんですけど、その砂利をガーッと避けたら土に出てくるんです、ここに端っこの方に穴掘ってこう埋めてあげようと思って、そうしようかってうんとか言ってこうやるんですけど、あの砂利、青空寺さんの砂利どけると土ね、めっちゃ硬いんですよ、冬やし、なんか石とかでガー削るけど全然穴開けんし、ガッガッガッってなって、もう10分ぐらい必死で、向こうもなんかこうなんかいろいろ石集めたりしてるんですけど、ガッガッガッ、もうええかなもうええかなと思ってパッて当てがうんです、毎回ほんだらね、陸亀ってこうなってるから毎回ポコって出てるんですよあもうもうまあまだ出るわみたいなことになって、パッと子供見て見てへんとかグッと落ちたりとか最低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 怖い顔なってた、ほんで子供バーって出るから、もう石をガーって山にして、ガッとできたぞって言って、こう一応簡易式の墓を作って、今までありがとうって言ったっていう話を、これね浜田さん、もうねオンエアしなくて結構ですこの話だけしたかったんですよ、すいません本当に、すいません皆さん本当に時間出まして、すいませんすいません、これ難しいですよね、今ので人となりが全て分かってる最低です、本当に東野の名刺代わり、欠落です、本当の欠落です、いや犬とか猫だったらやっぱ分かるんですけど、かえてね生き物ですから、ね、びっくりするぐらい面白くないのよ、うんこして U ターンしてこうベローンになるだけなんですよ
でそれを掃除するだけなんです、一日それでもそういうもんですそういうもんですからそれはあったんでしょ全員の助けだよ入って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 別に運行して U ターンしてベロになるだけではないと思うね東野さんだから一匹引き取ったんです僕カメがかわいそうやから、ほんで餌食べないからまた獣医に連れて行ったら、ちょっと言ってまた呼ばれて、ガニさん来てくださいって呼ばれて、ほんまレントゲンですよ、餌やらないなら、さっきと一緒ですよ、餌やらないなら買うな、ドームと一緒やん、一緒一緒、レントゲン亀の形あるんですよ、ここにねジュースのプルトップがあるんですよ。うわもう最低最低それはもう違います、まあ、ひどいじゃないですか、たまたまそれ食べたけどそんなことしないあんまりがないですけど恐ろしい、違う、そのやる暇あったら餌あげてください、心の歪みは神秘に違えてるんですよ、なるほどクリンクリンやん、違う違う3年ぐらいだ大臣買いました、ご冥福をお祈りします、じゃああの僕とおばちゃんの決闘の話を、おお大阪で仕事やってて、うん、で終わりで、うん、あの新大阪から東京に帰るんですよ、うん、でまあまあこうホームに上がったらもうスタンバイして新幹線が空いてたから、うん、こう座ってたんですよグリーンに、うん、15車、うん、ほんならなんかこうやけにまあまあこう見てはしてんけどホームがちょっとざわついてんなみたいな感じはあったんですよ、うん、でもこうまあ無視しててなんだなんかね、出発に3分前ですかねコンコンコンってホームの方からノックするんですよ、はい、パッて見たらおばはんなんですよ、はい、でおばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど口動き見たら、うん、さんまさん似てる挨拶しなさい何でそんなことを言われなあかんねんよ私ま、ねま、自分のマージャンするよそんなもんなんで急に君発信で俺が動かなあかんねんそれはさんまさん関係ないこれこれさんまさん関係ないと俺とお前の戦いになるそんなもん腹立ったから聞こえへんふりしちゃったんですよ、はい、ああ俺もそうするかなはって言ったら向こうがガガガガさんまさん
挨拶。ジェスチャーズ。腹立つ。腹立つ。腹立つ。なんやそのおばはん。は？ってやったんですよ。もう一回ほんだら、もうさあ。挨拶。え？分かれ分かれ。ワンモアワンモアワンモアって言ったら、誰だ。ごめん、こんなんだしたら、お前一番失礼やってほんで、ドゥルルルルってなって、ガシャーってなっておばちゃんももう、もういいなったらしい、僕に対してちょっとこう、10本ぐらい並走したんですよ。ほんで、さんまさん静かにさーってほんで、京都ぐらいで自分の間で、で、おはようございます。いや、そりゃそうやわ。そりゃそうやわ。ちょっとね、ちょっと自分のおかんにも言われたわ。確かに。よっしゃ。あ、お、あ、東野。じゃあ、父の話を。ちょっとあのママ変わってる父で、あの本当に変わってて。俺も1回か2回会ったことあるけど、ちょっと変わった雰囲気の方よね。あの風体は、そのヘアスタイルは松本さん。ちょっとこうなんかこう。百貫デブと言いますか、まあ、失礼ですけど父親に、はい、いつも、一年中セッタ、はい、ほんで、まあまあこれは大人になって分かったんですけど、お父さん、大人になってから、はい、労働したことがないようなお父さんなんですよ。はい、だからその本当に常にだからその父親にずっと育てられた感じだったんですよ、僕自身が。いつもまあ職業欄とかになんかどう書いたらいいのって言ったお母さんが植木屋って書いてたらええからって。お前は全然ちゃうんですか。違うんですけど、でもまあそういうふうに育てられて、そうなんですよ。まあまあ分かんないんですけど、ほんでまあまあそれで僕中2の時なんですけれども、学校帰ってまして友達と、なんか前から高校生ぐらいのヤンキー2人にまあまあカツアゲをされたんですよ。でその5,000円ぐらい持ってへんのかみたいなこと言われて、はい、でまあ背も高いし正直ビビりやから怖いから、はい、いいえ持ってないですって2人でバーってこう逃げるようにちょっと足早で家に向かったんですよ。はい、ほんなら向こうはその中にリアクションがちょっとおもろかったみたいで、はい、キラキラって笑ってついてくるんですよ。はい、でズン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 ついてくるんですよ。でかなんな思って、ほんでもうちょっとしたらこう分かれ道になって、で友達の A 君は右に行くんですよ。はい、で俺は左に行くんですよ。はい、分かれ道でじゃあなーって言ってお互いその話はせんと、はい、背中だけ恐怖を感じ、はいはい、お互い分かれたら、うん、そのヤンキー2人がこっち来るんですよ。うわ怖いわ思って、もううわってもう足早で、はい、家の前に着いたら家がボロくて、はい、そのガラガラドアなんですよ。はいはい、玄関のガラガラドア開けて、はい、次のその言うたらこう何窓枠があってガラガラドア、はい、最近買ったばっかりの、はいはい、いつも親父が家にいてるはずが、ね、どんどんあのブザーがないからどん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 ってね、はい、うんともすんとも言わないんですよ。はい、ほんならもう向こうパッと見たら家に終わってるんですよ。はい、でも怖い思って、はい、わーってもうガラス割ったんですよ。はい、あ、割ってもうたんですか。もう割ったんですよ。はい、割ってんのかバーッとやって、はい、ほんで入って震えてたらちょうど親父が帰ってきて、はい、まあ、何やってんのやと、はい、うち金ないのに、はい、玄関のガラスをこんな風に割って、お前帰るガラスなんかお前1ヶ月後しかお前無理やぞって言って、はい、まあ、なんか貼ってたらええがなみたいなことがあって、はい、次の日それ忘れて学校行って、はい、ほんで帰りですよ。はい、僕の家の近くになった時に近所のおばちゃんが僕の家見て僕見て笑ってるんですよ。はい、なんや思ってパッて家帰ったら、はい、その笑ったところに、はい、僕が中2の時に美術の時間に書いた自画像を表向きで貼ってるんですよ。こんなになってんねん。こんなになってんねん。静かに剥がしてカレンダーの裏に変えました。はい、変わったお父さんという。それが嫌ですね。思春期は辛い。辛いです、ね、辛いっすね。ちょっと変わったお父さんやったからね。あいおい橋商店街だったんです。あいおい橋商店街、はいはいはい、うん、大阪、うん、20歳ぐらいの時に、うん、よう通ってたんですけど、うん、あのぼったくりバーの呼び込みのおっさんが、はい、いつもこう声かけてくるんですよ。はい、もうかなんな思いながらもうまあまあ無視したけど、はい、ある日もうあまりにすごいからもう一回ぼったくられようと、うん、力見せなんですけど、一体どういうシステムがあってるのかそれを調べ上げようと思って、はい、でまあ、話聞いたら、そのね、お兄ちゃん英語いてるから下ですごいサービスがあるから、はい、こうへんかと、うん、いやでもどうせその若い言うてもどうせその40、50のおばんやろって言ったら、はい、いやいやいや女子大生とは言わんけども OL やと、はい、OL やと、はい、
これは嘘つかんって言うから、はい、どういうシステムやったらまずわしに3000円払ったらええか、はい、3000円払う、はい、これだけでええんか、これだけでって言って置いていったんですよ、はい、で1名入りますって、ね、言うて、はい、でバッて閉められるんですけど、はい、今度はねこれぐらいの部屋なんですけど、はい、真っ暗なんですよ、はい、ほんまに真っ暗なんですよ、はい、でなんかその店員の人になんかバーって隅の方に連れて帰って座ってるんですよ、はい、ちょっと待ってくださいみたいなこと言われた、はい、遠くの方から明かりが、ライトの明かりがヒューって見えるんですよ、はい、それがずーっと近づいて、あ、はい、これが OL 来たと、はいはいはい、サービスがあんねやと思って、うん、うーって来たら、はい、まず第一声がね、うん、よっこいしょ絶対 OL ちゃうもんおかしいよ、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  OL が OL がよっこいしょおかしいと思ってと思って、ほんでなんとか顔を見る術が怖いもん、見たいもん、見たいし、でも向こうは、うん、ちょっとお金くれたらええことすんで、ええことすんでとかずっと言ってるんですよ、うん、でもちょっと、ね、そ顔を見たいから、うん、タバコを吸おうと、はい、ほんだらライターで、あ、ごめんね、ちょっとタバコ吸うわ、ちょっとね、うん、とか言ってパッてつけて、うん、パッて見たら、うん、おばあちゃんやったんですよ燃えるところかで、おばあちゃん、おばあ、もうね、70ぐらいの人なんですよ、本当におばあちゃんだから、菅井金さんに失礼ですけど、菅井金さんが洋服を着てはるんですよ、垂らして、で、わーってなって、はい、もうちょっと僕も頭おかしいから、はい、おばあちゃんやって言うたったんや暗い中、おばあちゃんや声だけでも、まあまあ、向こうはいつものことやから何にも来へんし、ほんで、まあまあ、ちょっとこうお金出したら、ね、学生さん、学生さんって言うんですよ、はい、学生さんお金持ってへん、持ってへん、いやもうさすがにないと、ない、これはもうな、絶対ない話やと言うてて、もう断ってたんですよ、はい、500円、500円でもええサービスするから、言うから、いやもう500円もないわと、はい、とかで、もう、もう、言って、ここね、こう、もじ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 してるんですよ、おばあちゃんが、はい、暗い中、はい、ちょっと、講習もきついし、おばあちゃんから、おばあちゃんからね、正直、正直、はい、でもまあ、ね、ちょっとなんか、おもろなってきて、はい、もう分かったと、乗った。俺もまだ若いし、こういうの芸人やから、あ、こういう武勇でも必要やろうと思って、分かった、やった、もう500円払うわと、払ったらと、払う、その代わりこんなムードじゃでけへんと、ムード作りが必要やと、おばあちゃんな、そういう男と女がエッチする時のムードっていうのは作れんのかと、はい、あんたに言うた悪いけど、言うた悪いけども、そういうなんかなんかね、こういうニューイ、陰備な感じのムードを作れんのかと、はい、僕頭おかしいから、二十歳だ、言おうも言おうやけどな、二十歳で50じゃないならできるわよ、いいよいいよ、いいよね、それは向こう金欲しいもん、それは言うよ、ね、ちょっとムード作れや、ちょっと耳元で、あそこ、あそこ、私のあそこ、あそこ、あそこ、あそこばっかりやないかい、私のあそこ、あそこ、想像してごらんみたいな、最悪やもう、ほんで、そんなあそこばっかりで、できるかボケって言うて、はあ、もうええ実力講師やって言うて、はあ、おばあちゃんが僕の手持って、はあ、服の中に、はあ、招き入れて、はあ、ノーブラで、はあ、おばあちゃんの渋さをわさってこう、はあ、触らせるんですよ、ほんだら、はあ、おばあちゃんの渋さって僕初めて触ったんですけど、はあ、あのワインのコルクみたいなんですよね触ったことないですね硬い、え、太さとか大きさとか感じが、はい、軽いんや、ちょっと軽いそう軽い、水分ない、大きさの割れ軽い、水分がない、水分ない、あ、もう細胞に元気がないんだ、なんか分かる分かる、で、うん、わーってきて、あーと思ったけど、ここでいいだあかんと思って、はい、ヒーってなってるから、その乳首をイューってつまんだんですよ、あ、おばあちゃんがイーってイーって向こうの方に去っていったんですよこの話をね、どうしてもしたかったんですよまあまあね、はい、時間帯も考えずにすみませんね、本当に